963は福岡県のローカルアイドル、ラフェイス所属。コンセプトは女の子がゆるいラップを歌う。グループ名はマネージャーの池田正夫がファンであった、遠藤舞の愛犬、くるみから名付けた。ちなみに、遠藤は芸能界を引退した2018年からボイストレーナーを務め、963や同事務所の足立屋追いつむぎが遠藤のレッスンを受けている。 現行は、ライブでは、ピーピルと、もう一人との二人組ユニットという形をとり、メンバーは、最大4人まで増えたものの3人以上で、ステージに立つことはなかった。ちなみに、背の高い方のと、何もない方のです、と、自己紹介するのが定番である。2013年7月に、福岡県久留米市のケーブルテレビ局、空民テレビの番組内企画、 クルメ恋日りの企画で4人組のアイドルグループとして結成された。結成時のメンバーは、小川かな子、浦底明月、足立葵紬、岩本ゆりや。小川、浦底だった退後、平野花菜、奥田七海が加入。豆腐ビーツの水星フィーチャリングオノマトペ大臣などラップ曲のカバーを中心に活動。2014年8月にはオリジナル曲。 くるくるくるみが発表されたが、2014年12月のライブをもって活動が終了した。ピーピル2015年7月31日結成。8月1日のサマーウォーゲームレイさんで、ピーピルとヤープンの二人組のユニットとして再デビュー。2016年6月、ヤープンの脱退により、ピーピルのみの一人ユニットとなる。2016年10月23日、 静岡県富士宮市で行われた3776定期公演。今日はみんなと似て、新メンバー、ネープンが発表。初ライブを行い再び二人組のユニットとして活動を再開した。2017年5月26日、ネープンの脱退が発表。翌5月27日に行われた、サワソニ25で、新メンバー、マーロルの加入が発表された。 2017年10月9日のサワソニ28で新メンバーアーグルの加入が発表された。2017年12月30日、彼女のサーブレシーブクラウドファンディングありがとうライブで新メンバーレイユルの加入が発表された。2018年4月1日、マーロールは脱退アーグルはラフチックに移籍することを発表。ピーピル レイユルの二人組となる。2019年4月、二人揃って、週刊プレイボーイで、初の水着グラビアを掲載。2019年7月、ピーピルが、ミスマガジン2019の読者特別賞に選出。2020年4月、レイユルが、聖コレ20のファイナリストに選出。2021年4月より、メンバーの芸名を、ピーピルあゆか、レイユルユイに改名。 2015年再結成500円。ありがとうございます。